このジャンピングのダブルサンキックですか、綺麗に決まりました、はい、このエアボーンもダブルできましたね。 F 難度です。はい、ウェンソンプッシュアップ、ちょっとプッシュアップが甘かったかな。このワンアームのサポートは綺麗にピタリと決まりました。難しい技がバンバンと決まりましたね。気持ちよくいってますね。このスプリットジャンプも非常に綺麗ですね。なんかもうリズムに乗って絶好調という感じですよね。表情もいいですよ。このラテラルのワンアームプッシュアップも綺麗にブレないでいきました。バランスからこういった一振り一振りもちょっと面白いですね。個性的に持ってきましたね。この辺が伊藤選手のまた持ち味です、はい、このパイクジャンプ、白田はちょっと着地が甘かったかな。なんかこう決めるところがね、とても楽しいですよね、見てると、はい、後半これから着地とか細かいところでミスがないといいんですが、はい、このイルージョンは綺麗に決まりましたね。さあ辛いところはちょっとボディがタッチしてしまいました。でもすぐ気持ちを切り替えてますね。この辺はさすがですね。動きが甘くならないようにダブルエアターンも決まって、この辺の獅子の場 D 難度は楽々です。